して登場してくださいますのは、カレン民族の、踊り、伝統的な歌とともに、伝統芸能カレンドンエンや竹はさみ踊りをご覧いただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。你们有如果一个在办理一个办理会中的擦的不好吗？
このお祝いの席で踊るという伝統舞踊をご覧いただきたいと思います。ではどうぞお願いいたします。Delete the coupon.
てご覧いただきますのはミャンマー民族、インマー時代の踊りということです。ソロで踊ってくださるそうです。ではお願いいたします。Thank you.
ましては最後の民族ですね、パラウ民族をご覧いただきます。今日ご覧いただきますのは1日の働く姿を表す踊りということです。ではお願いいたします。Oh, God.
Thank you.
の皆さんの歌と踊りと、本当にねそれぞれ個性的で、いろんな踊りがあるんだなと思いながらも、なんかどこかどことなく、例えば日本のあちこちの地方に伝わる踊りともちょっと共通するようなところもあったりとか、本当にねそれぞれ楽しませていただきました。さあそしてここからはファッションショーに移りたいと思います。ファッションショーは2部構成となっておりまして、まずは第1部ご覧いただきます。少数民族の伝統衣装のファッションショーでございます。登場しますのはカチン民族、カレンニ民族、カレン民族、チン民族、ビルマ民族、パラウン民族、シャン民族、モン民族、そしてナカイ民族の皆さんが次々に登場して伝統衣装を披露してくださいます。さあそれでは早速始めてまいりましょう。楽しみですね。では登場していただきます。最初はカチン民族の皆さんです。カチン民族はミャンマー北部のカチン州、シャン州、そして中国やインドなどにも居住している方々です。カチン民族には6つのグループがあります。それではどうぞ。どうぞどうぞ。ちょっとお待ちください。今見てではここでせっかく生まれたお時間ですので私の衣装をご披露いたしましょう。実はですね、こう第2部、歌手賞第2部でミャンマーを代表する大変なね大活躍中のセンラットさんっていう有名なファッションデザイナーの方がいらっしゃって、その方の賞この後あるんですけど、そのセンラットさんに作っていただいたお衣装でございまして、あっちつまんでこっちつまんで、そこに私ギュッと下腹を押し込んでふんとお腹を引っ込めて着こなしております。どうですか、ちょっと3割ぐらい女っぷりがアップ。すいません、3割ってとこがね、なんていうんですか、ずずしい3割のアップというね。今日は皆さんもね、ご来賓の皆様方も含めまして、この民族衣装をねこう着てらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますけれども、なんかウキウキした気持ちになりますね。ね、それをこうねこの後皆さんドッとご覧いただくんでいいですか。今度こそ大丈夫ですね。今度こそ大丈夫。さあそれではカチン民族の皆さんです。どうぞ。カチン民族の皆様方、カチン民族はミャンマー北部のカチン州、シャン州、そして中国やインドなどにも居住しています。カチンの民族には6つのグループがございます。そのそれぞれのお衣装を皆さんに見ていただきます。まず今ご覧いただいているのはジンポー、そして続いて登場してくださいますのはカチン民族の中のグループマルの衣装です。さあ続いて登場しますのはカチン民族6つのグループの中のラシの衣装です。6つのグループの中からダワンの衣装です。
6つのグループの衣装をご覧いただきました。さあ続いてはカレンミ民族のお衣装です。はい、ヤンバーのカレンミ州に暮らしています。カレンミ民族中のカヤーグループ、そしてカヤーグループクビアラ族グループ、そして歌謡グループの衣装となります。さて続いて登場しましたのはカレン民族の衣装です。ミャンマーに暮らしているカレン民族は中国の雲南省を渡って紀元前700年頃ミャンマーに入ってきました。タイやラオスにまで広がって居住しています。カレン民族は13のグループがあり、人口は1400万人と言われております。まず最初に登場したのがカレン民族の伝統衣装、そして続いて登場しましたのが時代とともに少し変化した衣装、そしてカレン民族最後に登場しますのが現代のカレンの衣装ということになります。ミャンマーに昔から住んでいた少数民族です。ミャンマー平北部のチン州、ミャンマー中央部の各地域やインドなどで暮らしています。グループごとに伝統衣装がありまして、今回チン民族の中から5つのグループをご紹介します。まず登場したのがライニタヤ、そして今登場してまいりましたファラブレッテ、そしてチン民族の中からゾミの衣装が登場します。続いてターン沼の衣装
ミャンマーのシャン州、カチン州、中国や台湾でも暮らしています。ご覧いただいていますのはシャン民族の伝統衣装でございます。続いて、ゴン民族が登場しました。ミャンマーのムン州やタイなどで暮らしています。ご覧いただいていますのは、ゴン民族の伝統衣装でございます。伝統衣装を順にご覧いただきます。まずはダニャワチ時代の服装、紀元前3287年から紀元364年まで3627年間栄えた時代のお衣装です。続いて登場しましたのがウェターリ時代の服装、364年から818年まで454年間栄えた時代のお衣装です。続いて登場しますのが、ベイミュ時代の服装です。818年から1430年までの612年間栄えた時代の服装となります。続きまして、ニャウウ時代の服装です。1430年から1785年まで345年間栄えた時代の服装をご覧ください。さあ、そして時代が一気に現代になります。20世紀のラカインの女性たちの服装です。
ってる。